すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、こんにちは、森です。はい、カメラマン山ちゃんです。はい、本日は湘南銀河大橋ゴルフ、はい、神奈川県にあります森ちゃんがレッスンしてるところにやってきてます。はい、ありがとうございます。はい、前回、うん、まあ、僕がちょっとコースに行って、うん、ちょっとこれやだったなってシチュエーションを今教えてもらってて、うん、まあ、最初はまあ傾斜なのかな、うん、でも立つとこフラットみたいな、でバンカーやって、うん、まあ、いよいよヒーコレヒーコレやってきてグリーン周りまで来ましたと、はいはい、したらなんとここでもアクシデントが。もうじゃあこれはなんて言うんですかね、専門用語で。まあ、これベアグランドみたいな感じ、はいはい、芝があんまないとこってことですね。そうですね、ちょっとこう芝がなかったり、ちょっと優しすぎんじゃないかな、この辺でいいと。まあこういう感じ、これベアグラウンドですね。はい、スナッチみたいなところ。はい、ってところで、はい、あのほんと近いところはちょんと当てれば問題ないんですけど、うん、ある程度振っていくところだと、うん、やっぱこう弾かれちゃったりとか、うん、いろいろしてミスがあって、いまいちちょっと打ち方がわからないなってところがあって、はい、ちょっとその辺を今日は教えてもらいたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。こっち狙う？あ、そうだね、こっちでもいいじゃん、キー当たるかもしれない。そうだね、はい、まあ、低く打っていくかちょっと上げていくかによって違うんですけど、まあ、低く打っていく場合は、まあ、足ちょっと狭めにして、まあ、広くすると要は軸がバタンってこう倒れやすくなっちゃってバウンス跳ねたりする可能性があるんで、なるほど、ね、狭く構える、うん、でもう一個が、まあ、体重ちょっと左に多めにかけといてあげて、あとはそのまま体の回転で打っていくっていうのが、いい音、あら、一つ、ほんとボディ何体っていうからボディって言っちゃったんだけど、ボールをクリーンに打つイメージですよ。あ、そう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 、だから左足側に体重を寄せて、あ、そうですそうですそうです。もともとダウンブローに打ててる人はなかなかこれは簡単にできんじゃないかな。うまっ、いやっていう感じが一個で、もう一個ですね、飛行ちょっと低く打てないよっていう時もあると思うんで、ただそうするとフェース開くとバンスが跳ねちゃう可能性があるんで、これもちょっとハンドレートにして打ってあげる。あんまり体重は左のちょっとロフト立っちゃうんで、気持ちハンドレートにして、そのままちょっとこう上げるんじゃなくて、そのまま横振りに振っていく、横から入れていく感じ、うんうん、で振ってて、ちょっと枝あるんであれなんですけど、そのままこのまま横からちょっと入れてあげるって感じ、うん、ただあんまりボールに勢いが出ないんで、あれ、これも左足体重ですか？あ、これは真ん中で大丈夫ですとあんまりこう前に行かないから、ちょっとピンが近い時なんかは OK じゃあ左に乗っけちゃうとロフト立っちゃうんで、ハンドレートにしたのがハンドファストになっちゃうから、あ、そっか、真ん中で大丈夫、ただ足狭め、ハンドレートにしてちょっと払うように振ってってあげるっていう2種類、うん、打ち終わった時はちゃんと左足に体重乗ってる感じだよね。乗ってます。上げようとしてこう右側になっちゃうとダフったりとか、そうですそうです、右に出たりとか、そう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 、まだ一番ミスが少ないのは、まあ、ちょっと球の勢いついちゃうけど、一番最初に打った足狭めの左足体重でそのまま体の回転で打っていく、体重の比率を変えないで打ってってあげるのが一番そのバウンスが跳ねたりしにくくはなりますね、リスクとしては、うん、前から転がしていくっていう感じが一番おすすめではあるし、一番簡単ではある、うん、っていう感じかな。出ました。うん、なんかすごい簡単そうだけど、簡単だよ、まあ、ちょっと練習は必要かな、まあ、僕はなんかだからまあベアグラウンド、だいぶやられたからいいイメージが
そう。そうそうそう。狭めにして体重乗っけてそのまま体の回転で打っていく。っていう感じ。ありがとうございます。はい。ちょっとねもう一個そう何気になったのがあってカラーでそこからどうやって打ってるんですか。せっかくだから聞いたことない。ああカラーから、まあ、これはどうやってやつはさっきのまずバッテってどうなるんですか。私は58でやっちゃうけど人によっては、まあ、この場合だと、まあ、パターに近い形で転がしてあげた方が入る確率が上がるんで、うんまあ、50とか52度とかだといいかなっていう感じです。じゃあ、まあ、とりあえずじゃあ森ちゃんの場合で58度で、でも一緒ですね。ちょっとボール右側に置いて左足に7割ぐらい体重かけてあとは落としどころに向かって出していく感じ、うん、私ここからだったら上に行っちゃうんだよね。よいしょ。ああ、うん、惜しいなっていう感じ。はい、わかりました。ありがとうございます。はいまあちょっとおまけ的 な, おまけ的なせっかく寄ってたからどんな感じで打ってるのかなって聞きたかっただけでまあ本題はあっちのベアグラウンド。はいはいはい。まあ、なんでアプローチ苦手な人はここパター使ってもらっても大丈夫なんでちょっとそこだけ補足でお願いします。はい、はい、そんな感じで、はい、まあ、ベアグラウンドもね、はい、せっかくいいショットしたのにそこかよみたいなあると思ってザクってなりやすいんで、はい、そこだけで回避できればいいかな。せっかくっていう時のシリーズです僕の今チョイスしてるのまあまあこれからの季節もねちょっと芝が薄くなること多いと思うんで、はいはい、ぜひ使ってみてください。はい、突然なんですけど、はい、皆さん今年の目標は決まってますか。えゴルフの僕は決まってるんです、はい、そのために今森ちゃんにいろいろ教えてもらってますこのシリーズがそうですということで今年あの皆さんのベストスコア取りたい方は、はい、ぜひ今自分の悩みをコメント入れてください森ちゃんがベストスコア導いてくれます動画で動画でぜひぜひって感じでちょっと聞きたいレッスンのことが、はい、とかありましたら、はい、ぜひコメントしてもらえたら嬉しいです、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、って感じで今回の動画終わりたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。